皆さん、えー、こんにちはピオ、えー、チャンネルの佐藤です、えー、本日ですが3月11日東日本大震災、えー、ちょうど起きてから10年目ということになってますでやっぱり10年前、えー、私もお、まあ、被災をしたのが旅行先の鬼怒川でした鬼怒、えー、川に旅行に行ってその日に帰るという時の、まあ、1時間ぐらい前 電車に乗る1時間前ぐらいにですね、えー、近くのお土産屋さんの2階に、ね、カフェがあったんですけどそこで、えー、時間を過ごしてたら、えー、急に大きな揺れがありましたでものすごく建物が揺れたんですよね当時としては最初はすぐに収まるかと思いきやもうその揺れが止まらなくって幸い木造で古い建物だったんですけど、まあ、倒壊せずに、えー、無事だったんですね でまあ、ものすごい地震だったので衝撃だったんですが全く情報がまあなかったのでただ駅に向かってみるとまあ、電車がやっぱり止まってるわけですよね。でさあどうしたものかと思って観光案内所に行っていろいろとこう状況を見てまあ、テレビがそこにあったので見てたらまあ例の,その上空からですね、えー 海をこう撮影している映像でした。で、その大海原にものすごいこう白波がずっと立っている状態ですね。で、やっぱ津波警報も出てた状態でした。やっぱりあの時、まあ、どん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 その映像で流されていくその町々が津波に飲み込まれていく空撮映像は。 やっぱり今でも忘れることができません。で、まあ、その日は私はあの電車結局止まったままだったので、なんとかその日に泊まる宿を探さねばならないと。ただ電話が繋がらないですよね。で、東京では色々とまあ東京は東京でね。大変だったと思うんですがで。 私自身も宿泊地を探すために、まずインターネット、インターネットは繋がったんです。まあ、このインターネットを探して、宿を見つけて。ただ、まあ、ネット予約っていうこともまあできたんでしょうが、やっぱり心配なので直接電話とかしたいと。で電話で予約をしたいんですが、電話がもちろんスマホは繋がらないので、ということで、ふと思いついて、えー、公衆電話が非常時には無料で使えるということを思い出してですね。 実際に行きました。まあ、だいぶもう暗くなってたんですけどね。で、公衆電話から無事、宿を予約することができて、で、その日はね、食事も幸い、あの、外食が空いていて、えー、っと、外食で食べて、で、一晩、えー、なんとか宿で過ごして、翌朝は、電車が動いてました。なので、 動いてたんですけど、まあ、部分部分で動いていて、で、鬼怒川から7回乗り換えて、何時間かな、3時間、4時間、まあ、7回乗り換えて、えっ、ー、と、うちに帰ることができました。もう、それ以降はですね、もう、その瞬間しか電車が動いてなくて、それ以降はもう、復旧のためかな、1週間はそこの区間、普通だったので、まあ、本当に、 帰れててラッキーだっったなと思ってます、まあ、当然ね、えー、東北の方ではものすごい被害が出ましていまだにですねやっぱり復旧があのできてないところもたくさんありますで本当に私ですね、えー、今回、えー、と実際に気仙沼でに出身のお吉田葵ちゃんにですね,ね10年目ということで作品を 一つ、まあ、彼女に、彼女自身に選んでもらって、で、読んでいただきました。で、今回ですね、今日、発表をしていますが、とても短い話なんですけれども、その間で、まあ、動画も作っていて、その際にですね、今、やはり、東日本大震災のことを風化させないというために、 いろいろとですね、えーと、いろんなところでその写真を無料公開されてますね。えー、で東日本大震災のアーカイブという形で、でそこの写真もあの全然フリーで使っていいですよというふうな写真がたくさん載せられてますので、私もそちらを拝見してですね、たくさん使わせていただきました。でやはり作品に合う写真を選ぶときに、たくさんの写真を拝見します。 ただ、やはり今回はですね、やっぱり震災という題材であったために、ものすごくデリケートなもんだと思ってました。で、いろいろと探して探して、で、もちろんその中にはどうしてもあの作中で使わないといけない場面とかがあるので、イメージに合う,合うものも必要なので、震災ではない、えー、震災とは関係ないフリー画像も使わせていただいております。その点はちょっとご了承いただきたいんですが、ただ、あのやはり、 いろんなところにですね随所に、えー、と震災の写真を使わせていただいてます。でこの作品を作るにあたってまあ本当にまあサっと見てる感じなんですけども流し見みたいな感じにはなるんですがまあ総勢やっぱり1万近くの写真は見てきました。で写真を見て改めてですねやっぱその時のやっぱ悲惨な出来事だったりとか 多くの命がやっぱり失われたりとかでもその中にやっぱり人々が助け合っていたりとか中には ATM を壊されていたりとかいう,ようなもう本当にまあちょっと良くないことをやっている写真もありますしでも、ね、多くの人が身を寄せ合って助け合っている姿ちゃんとその食料に対して並んでいる姿 奪い合いい合ととかもなくですねやっぱそういうところ本当にお互いがみんな辛いから助け合うというような姿勢というのをやはり、えー、っとその写真から垣間見ることもできてですねすごくやはり美しいところもあったなということを感じておりますね何よりもまあ途中ねあのアメリカ軍だったり自衛隊だったりとか まあ各国のねあの、国が救済をしてですね、そこで多くの住民にいろいろと支援をしている写真もありましてで例えば自衛隊がですね、あの撤退をする時には横断幕でありがとうと言ってあの握手をしていたり手を振ったりしている姿を見るとですね、なんかその人の助け合うことの素晴らしさというのをですね、あとそれに対しての感謝をする心 っていうことって本当にとても素晴らしいことだなという面も見ることができました。でもうねあのもちろん東日本大震災だけではなくその後もたくさんの災害がありました。その前も阪神阪神大震災といった大きな震災もありました。日本は常にですねやはり自然にものすごく近い。普段からやはり食も豊かです。 山も近くて景観も素晴らしく本当にあに自然豊かな四季折々ですね自然豊かなあの国ですただその反面自然と近いということは自然の脅威にも常に近いということだと思います私たちもですねどのような災害がいつ起こるか分かりませんがまあそういう時にですね、うん、そののの過去の震災の 人々の行動を見習ってですね、えー、自分が被災したときにちゃんとそういったことができるかというところを今一度自分の中に確認するためにあの皆さんもですねぜひ、ね、この機会に、えー、震災のアーカイブ写真たくさんありますのでそちらを見ていただけたらと思っておりますでまたちょっと話は元に戻りますけれども朗読の作品非常にその吉田葵ちゃんの まあ、思いがですねきちんとあの,のっけていただいてですねすごくあの短いながらもすてきな写、えー、作品に仕上がっておりますで私も写真をいろいろと選びながらイメージに合うものをしていって最後の絵もですねまあ山つつの写真を使わせていただくことに最終的にはしましたで山つつというのはですねいわゆる気仙沼の死の花 で,すで「努力」という花言葉があります。えーまあ、皆さんがもう努力をして前に進んでいくという意味合いというものを自分はちょっと感じてですね最後の写真を山ツツのですね花に、えー、しましたので、まあ、そういったですねいろんなあの、まあ、その他にもいろいろ意味があるんですけどもそういったメッセージをなんとなくあの見ていただいた方が。 感じながらですね、えー、この作品を心に、えー、留めていただければと思っております。もしまだ見ていない方がいらっしゃったらですね、作品をぜひですね、ご覧いただければ幸いです。あとちょっと最後にですね、えー、と今回は使わなかった写真もありますので、ちょっとそちらを紹介して、えー、今回のこの動画、えー、終わりたいと思います、えー。2011年の3月11日14時46分に発生したうーん大震災。 改めてですね、多くの方のお悔やみを申し上げます。これからもですね、風化させないように私も演劇人の一人としてですね、何かできればと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また。